今回は反り腰が改善できるヒップリフトを紹介していきます。あー痛い。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回反り腰の改善と足痩せができるヒップリフトを紹介していくんですけども、実はこれほとんどの方がやり方間違ってることがね多いんです。なぜかというと、お尻を使うエクササイズと思ってしまうと、これ実はフォームが崩れてます。太ももの裏、ハムストリングを鍛えるエクササイズなので、これしっかりやっていくと姿勢の改善、前ももの張りなどが改善されて、お腹、足痩せというのが可能になってきます。今回フォームをしっかり確認してもらった上で30秒やっていきます。しっかりやりたいよって方のためにね、3セットご用意してますから、一緒に頑張ってみましょう。これフォームが悪いまま30秒しても全然余裕なんですけど、ちゃんとしたフォームでやるとめちゃくちゃ辛いです。ちょっと頑張ってねやってみていきましょう。まず反り腰かどうかちょっとチェックしてみましょう。はい、立った状態でももをツンツンしてみてください。立った時に前ももともも裏、どっちが硬いでしょうか。もも裏が硬い場合、骨盤がちゃんとした角度にいます。だけど、もも裏が柔らかい、前ももの方が硬いよって方は、骨盤がちょっとね、こういうラインになってしまっているので、これをしっかり今回はハムストリング鍛えることで、このようにね、骨盤の位置っていうのが正されて、前ももの張りがなくなって、足首からここまで、ラインがまっすぐになれて、足痩せできます。それではやっていきましょう。はい、まずヒップリフトでやってしまいがちがこのフォームです。足をちょっと開く、足首ちょっと前に出す、つま先が上がって、ちょっとつま先が外に開いて、肩甲骨寄せずにとにかく体が上がる、こういったフォームをやってしまいがちなんですが、実は意識することはこれです。足を閉じる、足首の上に膝、お尻を上げすぎない、肩甲骨をちゃんと寄せる。そういった意識でやると、ハムストリングにすごい効くんです。一個ずつフォームを確認しながらやっていきましょう。まずはスマホ持っててもいいです。腰から下のフォームを作りましょう。足を閉じて、ちゃんと指先を下につけてください。しっかり指先をつけて、この膝が開きたくなる場合、上げすぎです。ちょうどまっすぐぐらい。つま先をしっかり下につける。そして、かかとは自分の体に向けて、こっちにね、引き寄せるイメージです。下を押すんじゃなくって、自分の体の方にかかとを引き寄せるイメージで、ハムストリングを収縮させます。これで肩甲骨をしっかり寄せて、上げすぎると膝が開きたくなるので、その少し下です。で、お尻を締めるっていうイメージよりも、かかとを自分に寄せる。これで手をついて、30秒キープ。とにかくかかとで自分に寄せます。そして胸を張って肩は開く。肩甲骨寄せると肩開くんで、その状態で頭は上。これを30秒キープしてください。スマホ持ったら難しいので置いててもいいです。頑張っていきましょう。呼吸は意識しなくていいです。とにかくかかとを自分に寄せる。膝が開きたくなるほどお尻を上げない。少し下。肩甲骨寄せる。頭は上。やってみましょう。30秒。3セットです。あとは掛け声でいきましょう。いきます。フォームを作って、スタート。しっかり寄せて、寄せて、痛い。すでにハムが痛い。ああ、ハムストリングが痛い。もう釣りそう。多分ね、皆さんもう痛いと思います。しっかりこっちに寄せて、こっちに。かっ、痛い痛い痛い。かっ、痛い。釣りそう。ああ、うわあ、痛いね。これ痛いね。これ痛い痛い。手しっかりついて、痛い、これは痛い、あー、オッケー、 あと2セット頑張っていきましょう。これね、お腹が気になる男性にもおすすめなので、ぜひやってください。さあ行きましょう、あと2セット。さあまずフォーム作って、あー、足しっかり閉じて、指先しっかり踏んで、かかとはこっち。さあ行きます、2セット目スタート。ハムストリングがとっても痛いですね。ハムストリング痛くない人はね、もっとこっちに押して、かかとでこうグーグーって感じで、しっかりね、指も力入れて、足全体で床について、痛い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 
オーケーかーくっ痛い痛い本当に痛い。よっしゃあともう1セットさあ頑張っていきましょう。ラストフォームがねだんだん悪くなると思うんでこんな風にね足上げないでください。こんな感じになっちゃうとねもう膝開いてるしもも裏力入ってないんでちゃんと足閉じたまま。さあラストフォーム作ってよし。さあ行きますよスタート。シャラスト足ゆっくりつけてかかとはこっちしっかり手で床をして肩甲骨寄せて頭は上よっしゃハムストリングハム太郎ハム太郎が痛いハム太郎がハム太郎内転筋も痛いあ、やっちゃった、あ、ちゃ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 、オッケー、わあ、いって、くゃ、いやーお疲れ様でした。いやしっかりね、いや3セット目からね、いきなり内転筋きましたね。これね、変なフォームでやっちゃうと、本当に30秒ってすごい楽に感じるし、ただね、お尻が少しね、疲れるかなって感じになっちゃうんですが、ちゃんとね、足で床を踏んで、かかとを自分の体に引き寄せる、手をしっかり床について肩甲骨寄せる、そういう意識をすると、腰も痛くならずに、お尻だけに力が入らずに、ちゃんとハムストリングにしっかり力が入って、反り腰の改善、そして前ももと裏ももの足のバランスが取れてきて、足痩せできてきますんで、ぜひ今回の3セット何度もやってください。各種 SNS もやってますんで、インスタグラムの方はぜひチェックしてください。毎日配信してます。痛かったよとかね、聞いたよとか、よかったらコメントください。今回もご視聴ありがとうございました。